伊良部秀樹、悪童、わがまま、マスコミ嫌いなどヒール的な存在で決していい印象がない伊良部。しかし野球の実力はピカイチだった。当時日本最速158キロのストレート、90年代に活躍した打者たちは口を揃えて一番速いのは伊良部と言っていた。現在のスピードガンなら優位に160キロは超えていただろう。ヤンキースで所属していた3年間はあまりいい印象がないが、1年目は5勝止まりだが、2年目3年目は2桁勝利を挙げ、ヤンキースのローテーションとして活躍し、ワールドチャンピオンに2回もなっている。当時ヤンキースのチームメイトのポサダは、先発陣全員の中で調子がいい時を比べれば、最も打てないのは伊良部だと言っている。今回は悪童と呼ばれた伊良部秀樹のエピソードを紹介していきたい。逮捕？悪童と呼ばれていた伊良部。悪童という部分はグラウンド内のキャラだと思っていたが、グラウンド外でも悪童ぶりを発揮してしまった。2008年伊良部は知人と大阪のガールズバーに入店した。伊良部はこの日、浴びるようにお酒を飲んでいた。大量のアルコールで気分が向上し、従業員、他の客にサインなどし、大いに盛り上がっていた。伊良部は、俺をあんまり飲ましたら、やばいぞ。とつぶやき、その後伊良部は乱れていった。伊良部はお酒に完全に飲まれ、同席した男性の下半身を触りながら、前立腺経験したことあるか？俺は3回だけ試したことがある。と言った。その後も伊良部はお酒を飲み、店内は大いに盛り上がった。その後精算しようとクレジットカードを出した伊良部。しかしそのクレジットカードが使えず、2枚目のクレジットカードで精算した。伊良部は、なんでカード使われへんのや。店の従業員が、ちゃんと精算されましたと説明すると、なんで1枚目のカード使われへんのや。と、そのまま店の従業員を鉄拳制裁。その後伊良部は暴れまくった後、店内を破壊し、いきなり腕組みをし、俺は一生懸命働いて、一生懸命飲んでんねん。と、絶叫。伊良部は完全に酒に飲まれさらに暴れた。伊良部は店の従業員に再度詰め寄り、俺が好きか。店の従業員は、だ、大好きです。と、答えると、世界の伊良部が大好きやって言え。と、店の従業員に強要した。世界の伊良部が大好きです。と言うと、伊良部は、ありがとう。と、言って店の従業員を抱きしめた。その後もちろん警察が来たのだが、伊良部はまだ何も分かっておらず、警察の方が来てんねんから、全員分のビール出さんかい。と叫んだ。駆けつけた店のオーナーに対して、店ごと買い取ったるわ。と、絶叫。その後酔いが覚めたのか、ことの重大さに気づき、店側と警察に土下座し謝罪。そのまま逮捕された。しかし清算時に店の従業員が、伊良部の1枚目のクレジットカードをスキミングをしたと明らかになり、伊良部は不起訴処分となった。ポスティングシステムを作った。1996年、伊良部は当時日本最速のストレートと落差のあるフォークで2年連続の最優秀防御率と3年連続で2桁勝利を獲得し、NPB を代表する投手だった。しかし、1996年は所属するロッテは5位と低迷。ある試合 KO された試合後に広岡達郎 GM から受けた、打たれるのは闘争心がないからだ。と、一括され、伊良部は広岡 GM らロッテのフロント陣と確執が生まれてしまった。球団との亀裂が入り、伊良部は、私はメジャーに挑戦したいんです。と表明、伊良部は子供の頃の夢であったニューヨークヤンキース入団を実現すべく、メジャーリーグ挑戦を決意。しかし、伊良部は FA 権を取得しておらず、ロッテが持つ保有権が移籍の障害となった。メジャーへの移籍を決意した伊良部だったが、ロッテのファン感謝デーで、あの熱狂的なロッテファンから、ニューヨークに行ってくれ、伊良部秀樹。という横断幕を出された。普通ならば、自チームから主力の選手が移籍の際ファンは、チームに残ってくれ。
障害イラブファン。選手によっては署名活動までしてくれるファンもいる。そんな中、イラブはファンから冷たい声援を受けることとなる。イラブはメジャー挑戦に本格的に動き出し、交渉代理人壇ノ村氏とタッグを組み、亀裂と確執があったロッテと交渉し、ロッテ球団にあったイラブの保有権をメジャー球団に譲ってほしいと交渉。ちなみに壇ノ村氏とは、当時近鉄のエース投手だった野茂英雄の MLB 挑戦の際に代理人として登場し、日本人選手を主な顧客とする契約交渉代理人の草分けとして注目された。ダルビッシュ有、前田健太、藤川球児などがメジャー移籍の際、壇ノ村氏が代理人となり交渉を行った。サッチーの元旦那の子供であり、ノムさんとは血縁関係はないが軽視となっている。イラブと壇ノ村氏の熱意と交渉に負けたのか、ロッテはサンディエゴパドレスと交渉し、パドレスの2選手とロッテイラブの2対1のトレードを成立させ、イラブの保有権はパドレスに移った。しかしイラブは、僕はヤンキースに行きたいの。壇ノ村氏はイラブの希望を聞き入れ、パドレスにはイラブは行かせないと、イラブの保有権を持っているパドレスには行かないと入団拒否。壇ノ村氏は交渉代理人として、イラブの行きたい球団に行かせるのが僕の仕事。壇ノ村氏はイラブの行きたい球団ニューヨークヤンキース入団へと動き出した。イラブと壇ノ村氏は批判覚悟でパドレスと交渉に動いた。どうにかしてイラブをヤンキースに入団させよう。壇ノ村氏の必死の交渉の甲斐あって、最終的にパドレスは2選手プラス300万ドルの金銭を交換条件に、イラブの保有権をヤンキースにトレードすることに合意。イラブは三角トレードという形で念願のヤンキースに入団することとなった。イラブはロッテとパドレスのトレード、パドレスとヤンキースとのトレードを経てヤンキースに移籍することができたのだが、日米を巻き込んでの騒動で他の MLB 球団から機会均等を求める声が上がり、日本球界におけるポスティングシステムの確立につながった。イラブのわがまま移籍がポスティングシステムを生み出し、その後 NPB の選手が FA 権を取得していなくてもポスティングシステムを利用し、メジャー移籍がスマートにできるようになった。父親を探しにアメリカに？イラブは夢であったヤンキースに無事に移籍することができたのだが、このヤンキースの移籍にこだわった理由は、子供の頃に生き別れた父親を探すためアメリカ行きにこだわったとマスコミに報じられていた。当時のファンたちは、わがまま移籍かと思ったが、父親を探す目的で渡米するとはイラブ素晴らしい。イラブは日本人の誇りだ。しかし、イラブはその後のインタビューで、誰がそんなことを言ったんですか？そういう報道がたくさんありましたが、それは事実ではないです。ときっぱりと言い切った。だって僕は本当の父親が名乗り出てくるまでは、自分の父親がアメリカ人だと知らなかったんですもの。アメリカに行って初めて知ったんです。どうやって本当のお父さんがアメリカ人だと知ったんですか？いきなり父親だと名乗り出てきたんです。僕は確認しようがないから母親に連絡したら、そうだって、僕がアメリカに行ったのは父親を探しに行くためではないです。誰がそんなことを言い出したのかわかりませんけれど。全く違うんですね。面白いですね。僕がアメリカに行きたかった理由が父親に会いたかったからだなんて。とイラブは父親に会いにヤンキースに移籍したことをきっぱり否定した。歌がうまい。イラブは実は歌唱力が高く、2003年の阪神優勝時に星野監督を招いて宴席の席上で、イラブはなんとカラオケでアニメソングを歌った。周りの選手、そして指揮官星野監督にまで大絶賛された。なお、宴席を終えた星野監督は曲目について、それは言えない。言ったら…とコメントした。一体イラブは何を歌ったのだろう。いかがでしたか。野球もプライベートも問題が多数あったイラブ秀樹。こんな濃いキャラを持っているプロ野球選手はなかなかいないと思います。
メジャーリーグのマウンドで客に対して唾を吐いたり、ふてぶてしい表情など、ヤンキース時代はかなり荒れていたイラブ。しかしあのキャラが似合っていたイラブ。生まれながらヒールだったのか？そんなイラブも2011年に亡くなり、もう10年以上も経ってしまった。今後イラブ2世と言われるピッチャーが出てくる期待をしながら、この動画を終了したい。それではまた、次の動画でお会いしましょう。